コーヒータイム。今日はねちょっと時間がないんでネスプレッソでイルカフェ、これ最後のイルカフェを飲んじゃいます。今チーズチクを量産する仕事をしてます。このね、中に入れるのが難しいんですよね。じゃん、こんなものをね手に入れてみました。まあ、傾き菓子というか傾きなんですけどね、菓子と呼んでいいのかわかんないですけど、こんなやつ。まあ、やったことある人はいるかどうかわかんないですけど、なんかね、ここのね、この橋本っていう会社が、まあ、大阪のね、やつなんですけど、型抜きが全然売れなくて、やばいみたいなのをツイッターで見かけて、まあ、興味本位で買ったんですよ。今日特にね、何にも、イベントがなかったんで、ちょっと型抜きやってみようかなと。まずはね、ちょっとここら辺、アルコールを消毒して、この机周りってね、まあ最近よく言われてるように雑菌が多いんですよ。なのでね、アルコール消毒してから一応ティッシュの上でやりますか。でさっきの型抜きなんてね、めちゃくちゃ久しぶりですねこれ。でね、なんかね、この型抜きの、まあ、安全ピンを使う やつとかもあるんですけど、こういうね、棒がついたんで、これで、公式レギュレーションということで、これでやっていきたいと思います。でね、なんか、正式なやり方は、プスって刺して、抜いていくらしいんですよ。なんで、それをね、まず最初なんで、やっていこうと思います。まあ、なんでね、まあ、これを、やりつつ、最近のね、動画編集についていろいろと、まあ、ここ最近、おとといぐらいにアップした動画から、ちょっといろいろ変えているっていうか、ちょっと、おとといよりも前に、アップしたね、なんかコーヒーとか、コーヒータイムだからな。その時に話してた、シャッタースピードを変えてるっていう話をしたんですけど、そのシャッタースピードを変えてた大きな理由が、ソニーから出ている、カタリストブラウズっていう、動画のね、編集ソフトがあるんですよ。お、すげえ、折れちゃった。まあ、いやー。これむずいな。結構繊細。まあ、ちょっとこれ続けるか。せっかくなんでね。で、カタリストブラウズっていうね、やつがあるんですよ。で、それを使うと、そのジャイロを使って、カメラを撮影した時の、ジャイロ情報を使って、動画のね、手ブレ補正とかをやってくれるっていうね、そういうソフトなんですけど、それがね、前のシャッタースピードでやると、どうもね、なんかブレちゃうっていうか、ぼやけるんですよね。画像がぼやけるっていう現象が起きてて。で、ちょっとネットで見た感じだと、その、シャッタースピードの問題でぼやけることがあるみたいな情報をちょっと手に入れたんですよね。なので、それがあったので、ちょっとシャッタースピードを変えてたんですよ。で、実際に昨日じゃない、おとといの動画から、その初モードでのね、シーンとか、もうかなりね、適当に歩いてたんで、足をね、ドンってついた時の振動っていうのは乗っかっちゃってはいるんですけど、それ以外の振動はね、かなり抑えられてて、本当はね、もっと、なんか、こんなね、揺れてる状態で、歩きながら撮ったんでね、揺れてる状態で撮ってたのに、そこまでね、見れないような
手ぶれではなかったなとは思うんですね。なんで、まあ、あとはね、僕の人間性の、その手ジンバル、まあ、いわゆるね、手ジンバルって言われる、その手ぶれをさせないような歩き方っていうのを極力やるような形にして、それで、ああ、結局こんなボロボロに折れちゃったな。っていうね、取り方をちょっと研究っていうか、練習してね、やれば、もうちょい綺麗な、その手ぶれの、ブレのね、少ない動画になるんじゃないかな、みたいな感じで今、ちょっといろいろ試してます。まあね、この動、この Vlog 自体が、まあ自分のね、日記的な感じでもあるんですけど、一応ね、メインでやってるチャンネル、まあ、最近全然更新してないんですけど、ネタがなくて、更新してないんですけど、そっち側でやる動画の編集技術みたいなのを、いろいろと僕の中で研究しようとか、あとは、動画のね、更新というかその編集速度みたいなの向上っていうためで、にやってるんですよ。なので、一定のね、成果はちょっと出てきてはいるんですよね。その、毎日日々更新してる動画とかは、まあ、撮影を含めないで、編集時間で言ったら、もう本当に、10分か20分ぐらいで終わるような形。というか、まあ、それ以上、時間をかけない。かけちゃうと、もうずっと時間かかるじゃないですか。なので、それ、どんだけ効率化をしていくかみたいなのを試しながらやってるんですけど、結構ね、それなりに動画の編集速度みたいなのが上がってきて、個人的にはちょっと満足はしてるんですけど、それがね、少しずつ成果が出てきてるかな、みたいな感じですね。まあ、それで、まあ、こうやってね、人から聞いた話とか、あとね、動画の、カメラの設定変えたりとかね、こんな感じで、これデジタルのズームなんですけど、1.5 倍までできるっていう超解像ズームとか、これ使いやすいですよみたいな話を聞いたんで、超解像ズームとかもね、入れるようにしてみたりとか、そういう設定をね、いろいろいじったりとかね、ちゃんとボタンに割り振って、使うようにしてみたりとか、あ、これ今のは超解像ズーム？どっちだったかな。スーパー35ミリモードみたいなのと超解像ズームっていうのがあって、スーパー35ミリゾーモードっていうのは、フルサイズを APS-C のサイズ使うみたいな感じなんですけど、超解像ズームはデジタルズームだったかなっていうのがあって、そういうのをね、ちょっとずつカメラの方、動画本体ではなく、カメラの方の設定を、いじるようにしたりとか、なんかそういうような形にして、いろいろアップデートしてってます。っていう感じで。まあね、それが、まあ別に仕事ではないんでね。お金につながるかって言われると全然そういうわけではないんですけど、まあ僕の趣味で、ね、自己満足の世界なんですけど、そういう感じでやって、楽しんでやってます。はい。っていう感じで、今日失敗しちゃって悔しいんでね、まあこんだけあるんで、こんだけね、こんだけあるんで、これね、簡単と難しいがあって、こっちが難しいのかな？なんかね、ちょっと見た感じ、こういうね、ウサギとかこれどう考えても難しいでしょ。こういうのがあるんで、ちょっとね、日々挑戦していきたいと思います。いや、なんか地味っていうか、すごい難しかったの。こんなの縁日じゃ無理でしょ。とか思いつつね、子供の頃にしかやったことなかったからな。ちょっと意外と楽しめました。ということで、バイ。